JY の組です。今日はソロでも行けそうな林道を探しにやってきました。ぜひ最後まで見てね。2ヶ月ぶりぐらいに山に来たので超ドキドキです。ちょっとだけ不気味な感じがするのは私だけでしょうか。こういうねまったりした林道も好きで、ちょっと狭いから一人で来るのはどうなんだろう。慣れたら平気になるかな。狭くてビビります。いきなり建物があるとさらに怖い。右に寄ったら落ちるやつです。慎重に左に寄せます。ビビる。ここは街道みたいなんですけれども、林道と街道の違いってちょっと私よくわかんないんですけど、これは林道ではない。いや街道って書いてあるからね、林道じゃないよね。栗っぱ落ちてる。小さい栗がたくさん。大きいと拾うんだけどな。よそ見をしたらちょっとした穴に落ちてビビりました。走りながら U ターンできそうなところもチェックしてたんですけど、これもしね行き止まりで行けない時ってそこまで戻るのって、バックして戻るのって大変だよね。ちょっとすごいとこに来ちゃったような気がします。ここはちょっと広めの U ターンできそうなとこでした。これは畑のこの辺までにしよう。ちょっと狭いよね。そこまで行って、ちょっと、便利だった。10分ぐらい走ってないでしょ。だって狭いよ。だってこれ狭いよ。普通に通ってるよ、これ、軽トラ。だってここ、稲が植わってるってこと、最低でも軽トラ走ってる。あ、そう。落ちそうで怖いよ。
その山に出てきて。つまんないと思って。つまんないと思ってて。つまんないと思ってて。刺激はない。刺激あるでしょ。先に行っちゃってるでしょ。お母さん横行きなさい。バス出る。道幅は狭いけど、なんかまあいい感じだよね。どうだろう。ここだと一人で撮影しながら何回も来れそうな気もするけど、ちょっと脇道がないよね。あと対向車が来た時ね、困るよね。私下手くそだから絶対落ちると思うんだよね、これバックする時。どうだろう、ソロには厳しい道でしょうか。ここで写真を撮りたいと思います。峠なんとか松、調べてみたんですけどちょっと分かんなかったですね。分かる方いますか。そうそう、暑すぎてね虫が全然いないんですよ。夕方はなまら刺されますけどね。まだ続く街道ですが、続きはまた次の動画で。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドポチッと、コメントもぜひお待ちしてます。また遊ぼう。